株式会社コルグは、シンセサイザーやデジタルピアノなど電子楽器を製造、販売しているメーカー。本社所在地は、東京都稲城市矢野口4015-2。アンプメーカーボックスをはじめ、海外の楽器、音響機器メーカー数社他の日本、正規輸入代理店でもある。1963年、東京都世田谷区桜上水に、慶応技術研究所として創業した。 社名の由来は創業者の加藤武氏の K とアコーディオン奏者の幼い忠氏の王で、K、O で KO。これに本社が KO 戦争にあったことから KO の字が当てられたもの。コルグという名称はこの作ったオーグから取られた造語である。これは1972年に発売されたオルガンの商品名にもなったが上の部分をどう発音すればよいかわかりにくいとの意見があったため。 これ以降の製品には上の部分をなくしたコルグという名称がブランド名として使われるようになった。最初に製造したのは1963年発売のリズムマシン。ドンカマチック等を経て1977年 PS-3100PS-3200PS-3300 ポリフォニックシンセサイザーの発表により 世界的に評価される会社となった。1978年の MS-20 はコストパフォーマンスの高いものンセとして大ヒット。1981年にはポラシックスでポリーホニックシンセをアマチュアの手に届く楽器にした。1983年のヤマハデラックス -7 発売以降デジタルシンセサイザー開発への出遅れにより経営状態が悪化し、 ヤマハによる資本参加と経営再建が行われる。M1 の発売まで低迷の時代が続いた。1986年、サンプリングシンセサイザー DSS-1 と FM 音源シンセサイザー DS-8 を発売した。1987年、株式会社コルグに改め、ヤマハの資本参加により Y ン性が副社長に就任して、 経営再建を行った。1988年、ワークステーションタイプのシンセサイザー M1 を発売した。即戦力となるプリセットを満載し、ミディ音楽制作が1台で完結できることで大ヒットした。M1 はプリセット選択だけで使える手軽さを強化し、従来の製品と比較して音作り作業を大幅に低減したほか、後のサンプリング機能や、 デジタルレコーディング機能まで統合したトリニティやトリトンといったデジタルワークステーションの草分けとなった。クロマチックチューナー CA-30 また1980年代に発表したチューニングメーターはチューニングのズレをアナログメーターによって表し、基準音を内蔵スピーカーで出すこともできるといった特徴を持っており、ヒット商品となった。1992年に 埼玉県大里郡花園町に自社工場を設け、2003年にはコルテックに分社化。2004年には稲城市の読売ランド付近に本社を移転した。コルグは1980年代半ばの経営難の、際、ヤマハの資本参加により救われている。2006年3月31日現在、コルグは、ヤマハの関連会社であり、持ち分法的要会社となっている。 コルグにおける、ヤマハの議決権は29.2%。コルグの取締役としてヤマハから1名を出している。ヤマハからは部品を購入するという取引関係がある。製品に対するヤマハの影響は、以下のようなものが挙げられる。ポリエチレン -1000PS-3300、ラムダ、ポラシックス、トライデントプロフェシー、Z-1、トリトン。ありがとうございます。